ハロー YouTube、スポーツ部活のチャンネルの達人です。8月17日ですね。ちょっと音うるさいです。おはようございます。ちょっと水を飲みます。ですね、相当やってなくてですね、あの YouTube、Twitter はね、よくね、あのいろいろ適当にね、ちょっとお行儀悪いですね、つぶやいてるんですけど、17日で、3日間ぐらいね、名古屋に帰ってまして、お盆休みね。で、母方が岐阜の木曽三川の方なんですけどね、お墓参り、天気良くてですね、名古屋もなんか日照り続け大変みたいですけど、父親側の方はね、ちょっとタイム悪くて行けなくて、名古屋市内なんですけどね、まあこの間も行ったし、まあ仏壇があるんでね、ちょっとね、ちょっとタイミング悪くて行けなかったんですけど、まあまあいい滞在だったってね。公園な、僕がその近所の公園があって、実家の大きい中村公園っていうんです。結構有名な公園なんですけどね、あのいろいろいろんな意味で、結構綺麗でですね、なんかこう飲んで味噌カツも美味しいとこがあって、飲んで、あの小中学校の友達と一緒に飲んだり、結構盛り上がってね。でまあなんていうんですかね、名古屋の都会の場所なんだけど、そのちょっと西側っていうのはちょっとね、こうなんかあんまり盛り上がってないんですよ。なんかすっごい名古屋駅まで歩けるんですよ、もう本当に。だけどそれが良くてですね、人混みもいないし、なんか名古屋に実家帰ると人混みから人混みみたいな、全然いないんですよ、うちのエリアっていうのは。もう本当にのどかで、まあ、岐阜ものどかでしたけど、あんまり変わらないっていうかね。うちの近所はあの人、子供もだいぶ増えたんだけど、なんか猛暑で公園も誰もいなくて、誰もっていうわけじゃないですけど、競輪場の競輪好きな、なんかなんでどうやって生活してんだろうっておじさんとか、まあそういう感じですね。今日これからちょっと仕事なんですけど、まあいろいろ考えることもありましてね、まあ常にね、人間はね、何があっても暇でも考えるし、忙しくても考えるしっていうね、僕もあの50過ぎていろいろ分かってきたことが多いので、まあ父親がね、こうまだ元気で、兄もね、ちょっと具合が悪いんですけど、兄にも会ってきて、母親にも、まあ親孝行は全くできてないかもしれないんですけど、まあ父親ともなんかね、ちょっと争ったり、まだ言い争う元気が父親にはあるという、僕にもあるっていうので、まだなんか健康っていうかね、喧嘩するほど元気っていうのはありますよね。その人間って体力落ちると喧嘩もする気なくなりますからね。あ、こぼしちゃった。でですね、僕もYouTube 全然やってないんですけど、別に理由はなくて、今の職場にも別に言うこともないし、僕も3年ぐらいやってるしね、なんかね、フォロワーさんもね、すいません、チャンネル登録よろしくお願いします。フォロワーさんも結構増えてて、さりげなく、ほっといたら。で、まだこういろんな映画批評とか、たまたま僕が見たね、そのいろいろ時事とか社会問題とか、あと僕、まあ一応スポーツ部活チャンネルという部活のチャンネルなんですけど、あのウェブサイト、部活、全国の部活検索の、もちろんそれツイッター X でリツイートしてますし、また新たに僕のツイッターにフォロワーさんが結構増えてまして、1500団体ぐらいかな。まあ個人もいるんですけど、1000以上の、まあ、部活の団体がね、フォロワーさんにいて、まあそのまあ別に何の共通項もないんだけど、まあその頑張ってみたいな、ね、まあ甲子園とかやってますよね、今インターハイ終わったのかな、そろそろ、インターハイ終わりかも。んで、まあね、そのまあね、こう東海トラフ地震がもうすぐ来るとか言ってね、まあそれもあって実家帰ったんですけど、まあこれね、どうしようもないんでね、なんかこう今の子供たちに夢をとか言ってんだけど、東海トラフとか関東地震とかも2035年か30万でに来るらしいんですけど、京大のね、あの退職された鎌田先生、もう俺もね、来ると思いますよ。なんで今の若い子たちって希望がないよ、あれを信じちゃうと希望がなくなるので、あの要は東京、大阪、名古屋、大都会が、神奈川もそうですけどね、壊滅するんですよ。でそれにお金がかかると、税金がまた高くないとかね、まあ、復興するなんか仕事とかね、僕も今スポーツビジネス
の専門学校いるけど、そんなレベルじゃないんですよね。もうなんかインフラが止ま、インフラなんてね、こうライフラインがストップしたらもうその夢とかそんな語ってる場合じゃないんでね。そういうね、見て見ぬふりをするっていう日本人の得意技なんで、究極言うと金貯めて海外に飛び出した方がいいっていうとこあるんですよね。ぶっちゃけ僕待って、そうですよ、僕今度引っ越すんですけど、ちょっとまあ家賃今ボロいとこなんで、ちょっと普通のとこに、そんな家賃ね、金払ってどう移動すんのって話なんですよね。初めねすごい安いとことまた住もうかなと思ったんですけど、まあその分ちょっと生活もちょっと贅沢にしてたんで、家賃結局ね、なんか人間ってそのなんか目標とかっていうか、なんか環境変えないととか、もう強い意志がないとやっぱり人間って変えられないと思うんですよね。だから住む場所で、まあ、ちょっといいとこ住んで、いいって大したことないですよ。まあそんね、なんか生活は自炊しようかなと思ってて、でお酒ももうやめるかもしれないし、まあやめるって言い切るとあれですけどね、まあ、ほとんど行かないようにして、お金もったいないですからね。まあ楽しいですけどね、ストレス発散、タバコは吸わないですし、もっと本読みたいし、もっと勉強したいなっていうのがあるんで、僕の中で。まあこうね、いい年なんですけど、まあそういう意欲は年を取ってから、まあいろいろやりたいこともある。政治もやりたいし、まあなんか小学4年生みたいなこと言ってるんですけど、まあ常にこうなんかね、学びを求めているっていうところが僕にはありません。もうビジネスも、まあなんていうんですかね、まあ、食っていけるだけのビジネスはしたいなと思ってて、まあ今その一応なんていうんですか、サラリーをもらってる感じなんですけど、まあね、どうなるか分かんないですし、まあいろいろ考えてますよね。でまあこれちょっと今部屋が狭いんで、いろいろ断捨離窓もしてね、こうちょっとやっぱり変わるっていうところですね。あと東京マラソンもね、申し込みまして、ちょっとフルマラソン久々に、ちょっと本当に究極デブってるんで今、もう分かりますよね。YouTube でこう変遷見てると、もうマックス取ってね、もう、やばいんですよね。もう生活習慣も今、血液検査とかやったらやばいんで、ちょっと本当に、この真夏をちょっと乗り切って、秋から走るっていうか、ちょっと今ね、暑すぎて、こんなとこに走ってね、本当に、死んじゃいますからね、本当にね、死んじゃうって言葉言っちゃいけないんですよね、すいません、倒れちゃいますからねまあ部活をやってる人たちはね、体調を崩さぬ、あとパリオリンピックですね、パリ、まあ ほぼ僕ツイッターでしか見てないです、テレビもないですし、まあ日本のね、感動もしてないです、何にも。なんでかっていうと、まあやることが他にあってですね、テレビ見る本当に割と忙しくてですね、何にその暇がないっていうのもありますよね。芸能界の話とか、パリオリンピックとか、パリオリンピックはすごい期待してたし、実際現地行きたかったぐらいだったんですけど、まあなんかね、寸前になって冷めたかもあり、なんかシゲキックスさんがなんかああいうのもあって、なんかまあフランスだなと思って、まあでも開会式はね、思い出やなと思いましたけどね、ツイッターで見ましたけど、さすがだなと思ってね。あ、閉会式もトム・クルーズ出たりね、まあ、まあそれもツイッターのあれ、なんか勝手にアップロードしてるやつを見たんですけど、やっぱりテレビでこうなんかみんなで見ないと面白くないかもしれないですよね。なんか僕の中でやっぱりスポーツビジネス、オリンピックとかね、やっぱりね、もうね、あんまりやっぱりだいぶ前からね、東京オリンピックも、ね、実はね、あんまり感動はしたんだけど、まあ昔のこの心はなくなってますよね。日本頑張れとかね、別に日本頑張んなくていいよみたいな、個人が頑張ればいいよみたいなとこもあって、皆さんどうですかね、スポーツ部活。僕はなんかその高校生とか中学生が部活、スポーツをやって体を、心身を鍛える、スポーツを楽しみながら心身を鍛える、若い時に、で社会人になってもまあ運動する習慣を身につけるだけでいいみたいな、なんかそれ以降、なんかそれ以上でそれ以下でもなくて、スポーツやったから立派な人間になるとか、そういうことでもないです。体力と
心が強くなる。僕それだけでいいと思うんですよね。なんか別にそれでスポーツやってるやつが一流企業で働けるかって言ったら全く働けないです。関係ないです。仕事のスキルとスポーツができるスキル全く、大谷選手がビジネスで成功するかって言ったらしないですよ絶対。あの野球しかできないから。だからあんまり関係なくて、まあ僕はなんかねチームワークとか、今ねそのスポーツビジネスの学校なんですけど、チームワークとかね、まあ最低限のマナーがあればチームワークっていう言葉を使わなくていいっていう派なんで、それはなんかね普通に生活者として地域住民で生活してれば、ゴミの日に捨てるとかね、そういうことをやってればいいわけであって、別にスポーツじゃなくても別にそんなことは学べるし、書物でね学べるし、今朝ね茂木健一郎先生が小学校の運動会で更新があるのが良くないみたいな感じで書いてあって、あれまあ僕高校の体育の教師だったので分かるんですけども、で僕高校自体もねすごい厳しい高校で、体育がで、なんか集団行動力で本当嫌で、もうあれが本当トラウマになってて、僕だから日本体育大学の人には、もし日本体育大学で知り合いいますよ先生だった人、まあ、全然好きですしあれだけど、そのあのマスゲームっていうのはね調子した人、あれね良くないと思うんですよ。あれ軍事教育ですからね。あれ茂木先生と一緒で僕はやめた方がいいし、ただあれやめると実はデメリットもあって、ラーメン屋に整列するじゃないですか日本人。あれ外国人やんないんで、ああいうのも実は学校の体育でもうなんていうの、洗脳させられてるんですよね、あの並ぶっていう日本は狭い土地で家屋で、まあ都会はねその整列して東京渋谷、東京駅渋谷駅新宿駅でも結構歩く人めちゃくちゃいるんですよ、アリンコのように。でぶつからないとね、あのね結構ね学校の体育でああいうのね無理やりやらされてるんで、ちょっとね自由人の人もなんか身についてるんですよ、集団で並ぶとか。あの中国の人がバーって割り込みするらしいからですかね、チケットが。日本人ももうなんかね真面目だっていうのはあれ学校の体育のせいです。日体大のマスゲームはあれですかね、北朝鮮のキムさんが感動してマスゲームっていうのは、あれ日体大のあのエッサさからを見て感動したらしいですからね。で北朝鮮に持ち帰ったっていう集団行動っていうのは元を正せば日本なんですよ、体育なんですよ。まあだからそれが日本の良き文化なので、その体育をなくすっていうのは僕は反対ですけど、名前をねスポーツに変えるっていうのもいいんだけど、デメリットもあるってことを分かっといた方がいいかもしれない。あれね外国人にとってね苦痛ですよ。あの前へ習え気をつけラジオ体操第2、1、2、3、4とかこうやるじゃないですか。あんなのねやんないですよ外国は、無理無理。だからサッカーのあのブラジル体操ってあるじゃないですか、あのダンスしながら踊るみたいな、じゃないとやんないんであいつらウォーミングアップ。日本人はえっちラジオ体操第一ない並んで均等に並んでから始まって、あんなの言えない。日本以外やんないっすよ。アジアでもやらないっす。もう日本人はあれは体育の学校の体育、保健体育です。授業でカリキュラムの人あるんですよ、集団行動訓練っていう。今あるかわかんないっすよ。ちょっと文部科学省見てないんで、ホームページとか。だからあれなんで、だから、外国人が来るとね、渋谷とか新宿めっちゃゴミがなくて綺麗っていうのは、ゴミを拾う人たちがいて、ああいうのはね、ちょっとね、体育的な要素、学校の校庭内をゴミを拾いましょうみたいな。海外行くとね、掃除当番がいてやるんですよ。掃除当番じゃなくて、掃除屋さんが有料で、おばちゃんがいて、大学みたいに。日本は、児童生徒自らがゴミを拾うっていうのが、教育として組み込まれてるんで、で雇用はないんですよね。だからその小中高校ぐらいまでその磨くとか掃除するとかは自分たちが使うから自分たち掃除するっていうのを体育っていう場で訓練させて、まあそれが戦争に行くためのもともとあれだったんですけど、作っちゃったんですよねそういうカリキュラムね。それまあそれが実はいい面もあるので、日本はこの観光客がいっぱい来てるっていう。それがこれ部屋学校あの狭かったら、東京も狭くてゴミがいっぱいあったら外国人感動しないんで、だから僕そこはねこうあると思いますよ。清掃員がいないのにみんなゴミを捨てないとか、タバコもね
まあいますよ、やからは。田舎の人とか、東京の人は基本的に喫煙所でしか吸わないですし、周りに気を使うっていうね、それはね、体育が結構、学校の体育が関係してるっていうところなんですよね。はい。ちょっとそろそろね、朝飯食いたいんで。で、ちょっとね、またね、YouTube 始めようかなと思います。ちょっとフォロワーさんも増えましたし、もしよろければチャンネル登録よろしくします。インスタも別にオープンしてますし、本名だし、Twitter もね、めちゃめちゃつぶやいてますし、まあ、主に、リツイートが多いですけど、あと僕はちょっと